里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、どうしても言いたいことがあって、お今日はちょっとねバトルを仕掛けようと思うんですよ。え、誰にバトルするんですか？はい、高木豊さんに。なんで、はい、あの、はい、まずは皆さんに、はいはい、あの高木豊さん の、あの YouTube チャンネルがあるんで、はい、そこで沢村賞のことを喋ってるんですけど、まずちょっとそれ見てきてほしいんですよ。はい、豊さんの、うんうん、チャンネルの沢村賞、はい、見てきてほしいんですけど、はい、あの豊さんが、豊さんって何気に頭がすっごい柔らかいんですよ。そうですね、いろんなことにチャレンジして、はい、新しいものをどんどん取り入れていこうっていう、結構改革派じゃないですか。 YouTube のね第一人者ですよね。そうそうそう、でまだなんか新しいことも考えてるらしいんですよ、はい、それぐらいすっごいアクティブでなっていくから、はい、どんどん改革したがるんですけど、したがるっていう言い方もおかしいですけどチャレンジ精神が素晴らしいですよね。僕たちにこんなこと言いながら、はい、すっごい保守的なところを持ってて、だから沢村賞豊さんは、はい、もう今の時代にそぐわないから、うん、項目7項目あるんですけど、今その7項目ね、こう下に出てます。はい、はい、こちらこちら、はい、あの出てるんですけど、もう今の時代にそぐわないし、分業制になってきてるから、うん、項目変えた方がいいって言ってるんですよ、うん、もうやっぱ時代によって、うん、変えてね、豊さんおっしゃる通り変えていかなきゃいけない。やっぱ変えていかなきゃいけないし、うん、まあもっと言えば、はい、セリーグとパリーグで変えた方がいいよね。関東数とか10無理やっつって。ああ、まあ関東10結構大変ですもんね。しかもセパの野球で、セリーグなんてピッチャーで代打送られるんやから、うん、セパで分けてやるのが普通で、セパ一勝もきついやろっつって、うん、言ってましたね。はい。はい、断固反対します。おー、ちょっと喧嘩売りに来ましたよ。反対意見、反対勢、はい、もう沢村賞の、うん、あの選考基準を変えるの、もう大反対ですね。はい、なんであえてこれをするかっていうと、はい、このプロ野球ファンの皆様にはやっぱりこの意見の違いも含めて考えてほしいんですよね、うんうん、一つの意見に流せるわけじゃなく、はい、いろんな人の意見を考えながら、自分としてどうしたらいいのかって議論を重ねて、一番いい方向性に行くのがいいじゃないですか。はい、これが民主主義の鉄則じゃないですか、うん、ってなった時に、まあ、僕はあえてあのやっぱ反対をこの場で言った方がいいんじゃないのかなっていうね、うところがあって、まあ、山口投手が今年7項目中4つクリアしてるんですよ、はい、あの登板数、勝ち星、うん、勝率、三振はクリアしてるんですけど、はい、完投と投球回、あと防御率がクリアできてないんですよ。で、まあ、ただ7項目のうち、はい、7項目すべてをクリアしないといけないっていう規定はないんですよね。全くないんですよ。すね、あのしかも今年ね、堀内さんが言ってましたけど、はい、あのクオリティスタートも考慮しながら、はい、時代に合わせながら考えてますよっていうところもね、そういう選考もされてるわけですね。まあありましたし、はい、まあ有原投手で言えば、はい、勝ち星と勝率、三振、防御率はクリアしてるんですけど、他がクリアされてなくて、まあ、こっちも4項目なんですよね、はい、で、まあ、あの該当者なしっていうところなんですけど、はい、もう僕は該当者なしでもいいと思うんですよ、はい、もう極論言えば、欲しければクリアしろっていう、まあ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 、まあ、そういうことにはなりますよね、はい、でセパで一番いい投手には、はい、そのベストナインっていう賞が贈られるんで、はい、無理やりこの沢村賞のね、うん、この沢村賞の時は先発完投型っていうね、うん、その沢村栄治さんを称えるとともに作られた賞であって、はい、その賞のクオリティを下げたらもう沢村賞でも何でもないんですよ、うん、あ確かに沢村なんか違う名前つけないといけなくなっちゃうんですね。そうだからね、里崎賞みたいな、まあ、そんな名前はないですけど、はい、ね、準ずる賞にしても、その賞 の、はい、あの価値がないじゃないですか。そうですね、沢村賞に比べたら大したことないよねみたいな感じになると、その賞の重みが全くなくなるんで、そう考えた時に僕は欲しければクリアすればいい話。ちなみに昨年の菅野投手は全項目クリアして沢村賞を取ってるわけですよ。全部クリアしてるんですね。全部クリアしてます。それはすごい、はい、でセリーグでも10回完投できるってことですもんね。そうです、はい、うん、でもね、はい、読み解きましたこれね、はい、ジョンソンがね、はいはい、4回4つしか取れなくて、もうあの取ってるんですけど、はい、あの沢村賞を、だから今回のピッチャーと一緒なんですよ、はい、ね、じゃあ何が違うんですかね。これね、あの過去全員見て、はい、これだけはクリア絶対しとかないと、うん、沢村賞取れませんよっていう項目があります。え、ちょっと待って、2人ともクリアしてないとこってことですね。いや、そんなこともないんですけど。違うんですか。過去の人たち僕全員見て、はい、共通してるのが、はい、ちょっと当てたいんですよ、ちょっと待ってください。当てたいんですよ、もう言わないですよ。当てないですか。はい、はい、防御率違う。違います。え、違うんだ。はい、
え、でも勝率は、勝率じゃない、勝ち数は2人ともクリアしてますよね、はい、15-15 で、はい、え、じゃあ何ですか、絶対クリアしなきゃいけないやつ、登板数、登板数、先発としての、はい、これ絶対クリアしなきゃいけないです、あ、登板数なんだ、はい、で、はい、プラス、うん、登板数がもしクリアできてなかったら、はい、完投数の10は絶対クリアしなきゃいけないんですよ、はい、だからこれ両方クリアしてないのは、はい、ほぼ選出されないです、過去の統計見てると、で過去の選手の中で一人だけなんですよ、はい、登板数足りてなくて取ってんの、はい、1988年の大野豊さんが24登板、はい、だから 1試合足りないんですよ、はい、25登板なんで、うん、でも完投数が14あるんですよ、すごい、はい、だから、うん、この完投数10取れば登板数関係ないんですけど、はい、登板数が25試合以上しなくて、うん、たらもうほぼ取れないと思った方がいいです、なるほど、でも今年ね山内投手26登板で超えてるじゃないかと思うんですけど、はい、うん、はい、ゼロだからダメなんですよ、完投が、そうか、完投してないんだ、これね3ぐらいでもいいんですよ、はい、何気に10取らなくても、うん、あの完投数って最近で言えば10しなくても取ってる人いっぱいいるんですよ、はい、2017年の菅野投手も完投6ですし、はい、ジョンソンは3、うん、で前田健太その前5、金子千尋4、うん、マー君が8、摂津3で、マー君14やってんで、前田健太がその前に6で、岩熊も5、うん、で、斉藤和美も8とか、杉内も8、川上圭司さん5、10個いかなくても取れてるんですけど、でもその人たちは必ず25登板以上してて、はい、最低でも3はしてるんですよ、完投、だから山口投手が今年取れなかったのはこの0が許さなかったんですよ、これが3か4ぐらいあったら取れるかもしれない、3だったら 100% 取れてます、そうなんだ、まあ、だから、まあ、はい、10しなくても取れてるんですよ、うん、もちろんこれはもう目安であって、はい、全項目クリアしたら満場一致で取れますけど、うん、全項目クリアしてなくても取れてる選手たちはいっぱいいるんですよね、はい、ってなった時にそれを無理やり完投5とかにする必要ないんですよ、うん、10の中でもその選考委員の皆さんはいろいろ考えてやってるんですよ、で今年なんで取れなかったのが山口の完投が0だからなんですよ、うん、やっぱ完投0はさすがに無理やってなったと思いますよ、なるほど、だからやっぱりね選考委員の皆さんはやっぱその先発完投型っていうのをやっぱり重んじてるんですよね、うん、そうなった時にやっぱりその10しなくても取れるんですけど、はい、ゼロは許されないんですよ、そこはなんとか選手がカバーしていかないと、うん、その賞を欲しかったら要はその規定クリアすればいいだけで、うん、無理やり僕は下げる必要ないと思うし、うん、変える必要性もないと思うんですよ、うん、やっぱ変えるとその賞の重みが減るん で、はい、で時代に合わないも減ったくれもそれはそういう基準の賞なんだから、うん、その賞が欲しかったらそれにチャレンジすればいいし、いらなかったら別に俺には関係ないって言ってやればいいだけであって、うん、だって中継ぎとか抑えのピッチャーはこの沢村賞取れないんですから、そうですね、はい、先発完投型しか取れないんですから、うん、はい、いやそれめちゃくちゃ名誉ある賞だと思うんですよね、うん、でそれを妥協してもらっても、うん、逆に恥ずかしいですよね、そうですね、これを目標にもっともっと頑張ればいいっていう話なんですね、やっぱ選手なんでもそうなんですけど、はい、そのノルマを下げたらそれ以上努力しなくなるんで、いやその先人の皆さんからのメッセージとして、うん、もっと頑張れと、うん、っていうメッセージも込められてると思うんですよね、はい、今年の一番最多完投は大瀬良投手6だったと思うんですけど、だから してる人もいるわけですよ、はい、ってなったらやっぱ0とか1はダメなんですよ、で最低登板数は絶対25以上です、はい、これクリアしないとなかなか厳しいです、だからね、うん、沢村賞欲しい人はね、はい、25クリア最低で、完投はね、うん、最低3、はい、4は欲しい、欲しいところですね、まあ、選考委員の方も質を下げたくないっていうふうにね、いや分かりますよ、いや下げる必要ないですよ、うん、そんなのあの何ていうんですか、超えられないから下げるって、はい、いやルールに問題あんのっていう、はい、うんうん、いやいや超えられないやつの方が問題じゃないのっていう、僕はそういうスタンスでいきたいんですよ、なるほど、まあ、ちょっと豊さんと意見が対抗しましたけどね、そうですね、まあどっちがいいのかは皆さんもいろいろ考えて、はい、皆さんなりの答えを出せばいいし、はい、でもやっぱここは言っとかないとっていうね、うんうん、やっぱこれからね豊さんのチャンネルとね、はい、まあ、まとっていきたいですね、はい、なるほどいやー怖いわー、これあのちなみにすごい雑談なんですけど、はい、あのもし里崎賞を作るとしたら、はい、キャッチャーにどういう項目ありますか、はい、やっぱあれじゃないですか、あのパスボールが少ない、おー、はい、あとはあの暴投が少ない、はい、ね、ブロッキングもちゃんと止めてるキャッチャーに与えたいですね、はいはい、え、でもどうぞ、森選手はすごい活躍してますけど、はい、あのパスボール多いんでちょっと無理ですけど
今回は違うだけですね。今年なんか挙げられそうな選手いましたか？いやちょっとちゃんと正確に見てみないと分かんないですね。そうかそうかそうか、はい、じゃあ里崎賞なんかそういうのってあったら面白いですよね。ピッチャーのやつじゃないんだけど、いやでも里崎賞、はい、そんな価値ないと思うんですよ。そうです、これはね、はい、あの古田賞とか谷繁賞とか、はい、野村克也賞とかだったら、はい、話は変わりますけど、はい、里崎賞そんな欲しいと思わない誰も。あ、じゃあのこのチャンネルだけやっていきましょうよ。勝手に、はい、今年の里崎賞、はい、いいですね、はい、いいそれいいですね、はい、で勝手にトロフィー作って持っていくんですが、はい、今年の里崎賞ですみたいな、はい、え、なんですかこれになりますよ。でもやっぱり沢村賞はやっぱ言っときたかったですね。そうですね、はいはい、時代に合わせて変えていかなきゃいけないものもあるんですけど、うん、変えちゃいけないものもあると思う、はい、でね、欲しけりゃ力ずくで取りに来いっていうねメッセージですから、はい、まあ、今からでもいいんで豊さんのチャンネルの沢村賞のとこちょっと見てください、はい、でお互いのね話を聞いてどちらがいいかは皆さんが選んでください、はい。